スクエアピアノ。スクエアピアノは、かつて製造されたピアノの形態の一種。長方形のケース内のハンマー上部に弦が斜めに、腹で、長辺に鍵盤を備え、短辺の胴内に響け板を設けたピアノである。ゴットフリート・ジルバーマンやフレデリチの発明、ギヨーム=レブレヒト・ペツォルト、アルフィアス・バブコックの改良であるなどとされる。イングランドやウィーンのスクエアピアノは、アクションにおいても外観においても1760年頃より多様なデザインのものが作られた。競争の激しい産業であり、かつ楽器自体の仕組みも比較的未熟なものであったことが手伝い、初期には実験的な試みが続いた。そうした中で現在は廃れた調整器やその他の機構が生まれている。ロンドンにおける流通量の爆発的増加はヨハネス・ツンペイによってもたらされたとされることが多い。彼の楽器が大きな人気を獲得した要因は、その手頃な構造と価格に求められる。1860年代には、スクエアピアノに金属フレームが導入され、これによって弦の張力を高めてより大きな音量を得ることが可能になった。しかしながら、サイズが大きくなるにつれて、アップライトピアノ型のデザインが経済性で優位となっていき、スクエアピアノはアップライトピアノに家庭用楽器としての地位を譲る形で次第に姿を消していき、現在では製造されていない。1890年代にアメリカ合衆国で大量生産された鋼鉄のフレームを用いて、評価の高いスタインウェイ&サンズのスクエアピアノは1世紀前に一世を風靡したツンペの木製フレームの楽器に比べると 2.5 倍の大きさであった。日本最古のピアノは1823年にフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトより贈られたもので、山口県萩市の熊谷美術館に現存するが、これもスクエアピアノである。ありがとうございます。